れ様です。え、待って、あんたたち最初にさ、よっしゃ24時間やったのかみたいな言ってた空気出してたやつたちでもだって揃っちゃったじゃん。まあ揃っちゃったしね。あと30分間、ペコラも終わりたがってたしな。おい、なんかさ、いじめるペコラだよ。じゃあここからは特別ルール、この残り30分間で何問揃えられるかゲームに変えたいと思います。いいですか？おしゃーい。はーい。みんなこれ拒否されるかなって一瞬思ったからちょっとヒヤッとしたけども、皆さん言い忘れてました。揃った数によってペコラからプレゼントのランクが上がります。プレゼント？え、プレゼント？プレゼント？それなら本気で。おいおい、早く言ってくれよ。じゃあそれは褒めてる場合じゃないわ。なんでそんな、何もらえるの？今のところ今ので1個しか当てないので、今のところティッシュですけど、どんどん上が、あの、揃えたら上がっていこうかなっていうランク上がれますので、本気でやるしかねえな。絶対今思いついたやん、それ。違います。え、これ揃ったら次何もらえるんですか？これ何上がるの？何欲しい？じゃあみんな欲しいの言って。選べる式？何でもいいの？言われるとちょっとむずいな。いいすか？え、旅行券欲しいです。旅行券。確かに言われるとむずいな。確かに。ガチちゃんそれ。じゃあ10問1できたら旅行券いいですよ。プレゼント10問？はい。10問？当たり前だろ、旅行券だけになるぞ、わかんない。10問用意したらどうしようか。勝ち切れるやん。勝ち切れとるやん。え、でもペコーラ必ず映画館でこれを買うっていうのはあるから、これ書いてみた。ドゥーネン。ポップコーン、ポップコーン、チュール。あ、ごめんなさい。やだやだ、初めて聞いてんだろうね。何してんだろう。急に文句言って、言ってきてるやん。いや、チュールわざとずらしただろ、こいつ。わー、やばいやばい、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 やばい。いや、ペコロマジで言ってる。もう配信でも言ってるペコロけど、もう一回チュールスは買うんだよねってもう公言してるから、これはちょっとみんなとのちょっとさ、ごめんなさい。ペコロも合わせに行けばちょっとよかったけど、残念、一致せず。じゃあ続いていや、今何問です？何問成功してるの、これで。あ、6。6問か。10問で旅行券、まあ、6問。何が欲しいペコですか、皆さんは。旅行の半分だから日帰りの。いや、旅行なかなかでかいペコなんで。いや、ちょっと確かに旅行の半分は日帰りじゃない。ペコラのおごり飯、お食事券。あ、お食事券かな。いいね、お食事券。いいね、お食事券。じゃあ、ちょっとお食事券かは分かりませんペコでですけども、誰かご褒美をあげたいなと思います。いや、本当におめでとうございます。じゃあ、赤先輩一言どうぞ。ペコーラ溶けちゃった。溶けてねえんだよ。ティアン先輩一言どうぞ。いや、楽しかったです。カニ食べたいな。うわ、カニ。ペコーラもカニ食べたいな。メメメ